12時17分です。今日は第4週目の木曜日です。戸塚井戸端トークパート1は地域の皆さんを招きしてお話を伺ってきます。今日は中野久枝さんに来ていただきました。中野さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて中野さん、改めましてといいますか、自己紹介をいただいてもいいですか。はい、皆様こんにちは。上郷東地区社会福祉協議会事務局長の中野久枝です。また地域の民生委員児童委員もしています。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。民生委員っていうのはどういう、役割というかなんですか。そうですね、はい、地域の皆さんの、はい、見守りとか、はい、何かお困りごとがあれば、なるほど、専門のところにおつなぎするっていうのが役割になりますね。すごく大事な役割ですよね。はい、なかなかそのジョイントのポジションって大事だなっていうのが意外と知られてないというか気がしますからね。はい、あ、そうですか。また社会福祉協議会っていうところでも、はい、活動されているということですけども、これはどんな感じですか、社会福祉協議会というのは。社会福祉協議会も、民生委員活動と割と一体化してるんですけれども、はい、いろいろな団体さんが集まって地域の困りごととかお困りごとをみんな地域の力でこう解決していくような活動をしております。そしたら共有事項とかも含めて皆さんで共有して、そうです、そうです、よりスムーズに解決ないし、はい、ヘルプができるようにという、はい、なるほど。普段はその中野さん的にはどんな活動をやってますか。普段はですね、基本は私は地域の民生委員のお仕事をしながら、はい、その地区社会福祉協議会の活動は、定例の会議が月に1回ありまして、はい、年度の活動とか目標に向かって、はい、相談事を進めています。はい、なるほど。はい、住民と その交流といいますか、コミュニケーションはどういうふうに取られていますかね。住民のコミュニケーションはですね、はい、サロン見守り交流会といいますか、はい、サロン、皆さんがお茶を飲んでおしゃべりできるようなサロン活動が私たち の、はいはい、地区では全自治会町内会にできてまして。なるほど。そこで住民の方のお困りごとを把握したりとか。いいですね。はい、そんなことをしております。そうか。あとはそのサロンの中にさらに来れない方っていうのもいらっしゃると思うんですけど、はい、そういう方はどうしてですか。そうですね、来れる方よりも来れない方の方があれですよね。ちょっと気になってみたんですけど、はいはいはい、今私の地区では愛宅と堺区で進めている愛乗りタクシーって言って、はいはい、お宅を一軒一軒回って4人集めてそのサロン会場に連れてきていただくような、それを地区の社協もサポートしますし、はいはい、そういう形で、送迎サービス的なことも含めながら、集会集まることを大切にしています。なるほどね。やっぱり高齢者の方多いですか。高齢者の方多いですね。もう5割超えてる、高齢化率5割超えてますね。なんかいつも思うところはあるんですけど、当然その皆さんで地域で、作ってきたっていう部分と、あとやっぱりその、子どもたちを増やして、で、はい、若い方々にやっぱ入ってきてもらうなり、はいはい、でまたそこで、子ども育てていただくなりっていうことをしていくっていうのもまたその地域の一つ活性化と思うんですけど、だから お子さんたちに対してはその幼稚園に入っていく未就園っていいますかね、はいはい、その赤ちゃんから3歳ぐらいまでのお子さんたちの乳幼児サロンっていうのも、はい、民生委員を中心に、なるほど、お母さんたちが一人で子育てを抱え込まないような取り組みもしております。はいはい、なるほどね。また少し子どもたちも大きくなってくるじゃないですか、義務教育が小学校、はい、中学校とある中で、はい、子どもたちにはどういったアプローチを、皆さんはされてるのかなと思っていたんですけれども、はいはい、なんか聞いたところ親子で学ぶ性教育講座はいはい、などもやってるということで、はい、そうですね、これは興味ありましたね。僕はその難しいなと思ったんですよ。僕、はい、自分でどうするんだろうと思った時に、うん、難しいなって確かに思っていて、うん、これはどうやって皆さんこう子どもたちアプローチされてるのかなと思って気になったんですけど、はい、
まあ学校教育の役割は学校にあるんですけれども、はい、私たち地域は子どもたちの地域でのこの健やかな成長を願って、はい、そういうふうな講座を企画しています。すごいなこれは。まあ、大人が子どもと一緒に聞くことで体や性について肯定的な対応を学ぶということで、 はい、その講座を受けることで学んでいくっていうことになっています。はい、いやもうなんかどういうふうに言っていいかっていう部分と、正直そのあんまり隠してもしょうがないなと思うんで、僕なんかはもう言っちゃうんだろうなって思うんですけど、ただやっぱ言葉の選び方とか伝え方ってあると思うので、うん、僕も学びたいぐらいですねこれ。はい、まあ体ってこう生まれてからいろいろご飯食べたり、はい、お話しできたり、そういう中で頭とか顔とか口とか胸、そうですね、暗用、まあ、暗用とは、まあ、幼児語ですけど、はいはい、そういう感じで言った時に、はい、パンツを履いているところのこの性器については男の子と女の子の、はい、名称をどういうふうに伝えていいのかなっていうのも、親も生活の中でね、はい、こうちょっと見過ごしがちというか、はい、なんて伝えたらいいかわからないっていう、はい、そのあたりもこの講座を通して、はい、パンツを履いているところはなんて名前っていうことで名称を教わってもらいますし、はい、それでいやこれむずいな、うん、照れちゃうな。でだから男の子のね、はい、子供がいたりとか、はい、男親だったりしたら、いやもうなんか言っていやもうこう言うんだよって言いそうですけど、いやもう女の子 の, うちのハマーも娘がいるんで、ああどうやって伝えるのかなと思いながら、そうですね、難しく感じます。男の子にの性器の名称についてはね、はい、誰でもがこう可愛く呼べる名前があるけれども、はい、女の子の名称についてはなかなか難しいなと思います、ね、家庭で伝えにくいっていうところがあって、はい、口もね、赤ちゃんの時には、はい、お口と言ったりからお水のこともブーブーって言ったりしますけど、最初から正しく名前を知るっていうことがね、はい、難しいなって思いながら大事なんですね。はい、そのことが大事だなっ